自分に投資しましょうっていう感じですね。自分に投資をしましょう。でこの投資の意味は特にお金を投資するんじゃなくて、はい、時間ですよね。時間、お金がないと、はい、元手がないという人は、はい、まあ、投資が大事だっていうのは分かるんですけど、元手がないと何にこう投資をするべきですか、はい、ああ、なるほどですね、はい、うん、そういう相談あのたまに受けますよ、はい、やっぱり特に若い方、うん、うん、まだね働き始めて、なかなかお金貯まらない若いうちはね、やっぱり給料もそんな上がってないということもあると思うんですけども、はいはい、まあでもですね、まず言えることは自分に投資しましょうっていう感じですね。自分に投資をしましょう。でこの投資の意味は特にお金を投資するんじゃなくて、はい、時間ですよね。時間、そう、はい、つまり自分の知識人脈を広げるために行動しましょうってことです。知識と人脈、はい、また、まあ、本とかで勉強する、うん、まあ、それが、ね、本だったら1500円ぐらいですし、それで不動産とか、まあ、私も、ね、不動産の本出してますけども、そういうので学ぶっていうのは自分への投資じゃないですか、はいはいはい、ね、将来に備えた自己投資ですよね、ということとか、あとはセミナーとかに積極的に出かける。セミナーもそんな高いくないもの結構あるじゃないですか。私のやってるセミナーも、3000円かな、うん、うん、それで4時間がっつり学べますし、はい、そういうところに行って自己投資、まずは自己成長、うん、それによって、その先に進む準備ができるので、うん、お金ないから今何もできないっていうので、ね、ぼーっとしてたらダメですよ、はい、これがまず1点ですね、はいはい、あともうちょっと、もうちょっと具体的な話で言うと、はい、あの不動産投資がいいですいや、 やっぱりなぜなら不動産投資っていうのはですね、はい、あの銀行からローンでお金を引いてやれるので自己資金があったってですねできちゃうんですよね。まあそうそう別に簡単じゃないのでちゃんとやり方とかノウハウとかはあるんですけど、はい、結果としてあのできますね。でサラリーマンとかね、まあ、自営業者の方でもちゃんと確定申告をして納税してるっていうのがちゃんと証明できれば銀行からローンを引けるんですね。そしてアパートとかマンションを買って家賃収入を得るっていう、これができるんですよ。はい、できます。生かさない手はないというか、いやないと思いますね。生かすのはもったいないな。もったいないですよ。でなぜこれできるかっていうと、例えば私紙やりたいから FX やりたいからって銀行に言ったって貸してくれないじゃないですか、はいはい、あ確かにそうですね。不動産だから貸してくれるんですね。なぜなら不動産って担保価値があるからです。何かあったら銀行はその担保を取ればいいやって思ってるので貸し倒れがないからです。あ、まあ、まず本当に目に見える形としてしっかりあるんです。そうです、確かに FX とか株とかって目に見えない、もうねバンと飛んでしまってなくなったとかってよくある話なんで、だから銀行は貸さないんです。だからそのために自分でお金を貯め、それの元手となり、はい、お金が必要なので貯めてからってなるんです。貯めてからやる、はいはいはい、不動産は貯める前からやれる。あ、全然違うじゃないですか。確かにこれ、まあ、ある意味借金じゃないですか、まあ、はい、あ銀行借りるっていう意味でね、はいはい、まあ、特に日本人はこの借金をすることに関して、ね、そうですそうです、そうですそうです、やっぱりこう、はい、悪いもん借金を悪い、そうそうそう、どっちかというとマイナスなイメージを持っている方多いと思うんですけど、いやもうほとんどです ね、その辺どうですか実際は。あの実際は現実は借りると言ったってですね、うん、その返済は自分で返すんじゃなくてこの家賃収入の一部を返済に当てて、で残り自分に戻ってくるぐらいの、はい、自分で返さなくていいんですよ。自分のお金で返さなくていいんですよ。私も11年間もうやってますけど、1回たりとも自分の1円たりともお金を自分で返したことないです、ね、全部家賃で返してるんで、はいはい、でどんどんローンの、残額減っていくんですね。うん、っていうのが
実際なんですけど、はい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 、それをちゃんと頭で理解して、はい、あ、これなら大丈夫ってやれる人と、借金は怖いって言って分かれるんですね。だからこういう人は先に進めないです。まあそればっかりも仕方ないんじゃないですか。まあ、でも私はそこまでは帰れないですね。ただ私はやっぱりこの本当にいいね、不動産を持つ、家賃収入を得るような仕組みを持つ良さだけは知っておいてねっていうことで教えてるんで、あとはそういうのやるかどうかは各人の判断でいいと思いますけどね。うん、そんな難しいことじゃないんだけどねっていう感じです。はい。そうか、で木村さんの今のそのライフスタイルとかこの状況っていう状態を手に入れるために今までやってきたことっていうのはそんなシンプルなことなんですね。じゃあはい、シンプルですよ。すごく複雑で能力が高くないとできないとかっていうわけではなくて、はい、すごくシンプルなことを。はい、そうですそうです。はい、そうですね。はい、もうちょっと具体的な何やってるんだとか、はい、それでどういった生活が待ってるんだとかっていうのをもししたいんであれば、私もラインアットの方で結構自分のライフスタイルと合わせて発信してるので、はい、ぜひ見ていただけたら嬉しいですね。うん、かなり具体的なイメージが湧いてくると思います。はい、はい、特にサラリーマンで給与の人と収入だけで救急している方、将来が不安だという方には驚くような世界が見れるかと思いますね。そういう方ばっかりですよね。うん、私もそうでしたから。うん、2年前まではサラリーマンでしたから。もうだ28年間のサラリーマン生活が、そうです、私はそうです。ある意味ね、気持ちが分かるというか、はい、分かりますよ。20代こうだった、30代こうだった、管理職になってこうだったとかね。もうずっとやってきましたから、ね、それはもう本当最初からこう、はい、なんだろう、木村さんが資産家で、ね、大成功してるような人であればその気持ちは分かんないですからね。ああ、そうでしょうね。私は全然資産家でも何でもない、本当にもう普通にどこにでもいるようなサラリーマンでしたから。はい、それが今や、そう、脱サラできてね、本当にね、セミリタイアの生活で好きなことできるしね、好きな時にね。はい、おさらいすると、まずは、はい、自分自身に投資をする。そうですね、自己投資、お金じゃなくて時間という、はい、何に時間を使うか、はいはい、学びですよね。学びに対して投資をする、あと人脈を広げる、自分から出て行ってセミナーとか出て、はいはい、私もセミナーも正直おすすめですよ。あ、はい、そこで、まあ、じゃあ出会った人だったりとか得た情報をもとに、はいはい、まあ、できるのであれば、まあ、不動産投資に、はい、いいですね、いいですね、一歩踏み出していただくと、はい、人生が大きく変わる、変わりますね。はい、わかりました。はい、はい、はい、ありがとうございます。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではこれからの時代、会社に頼らず経済的自由を得て、あなたの理想とする人生を送るための方法を配信しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。